お元気様です。久留米市中枢の平です。本日も遅くなりました。まあ、これですね、タイトルにあるんですけれども、もう、入会希望者がいっぱい来られるんですよ。で、もう今日もこんな時間になりましたけれども、はい、今日話をしていて、保護者の方が結構ですね、食いつきが良かったお話でしたけれども、まあ、毎年言ってることではあるんですが、はい、国公立大学の理系でですね、はい、国公立大学の理系であったとしても、まあ、ある大学の教授の話なんですけれども、まあ、200点満点で、何点で数学ね、二次試験、国立の二次試験で200点満点の数学、何点で合格してますかというようなことをお尋ねしたら、30点ということでですね、はい、言われてました。たった15%で数学は合格してますよと、いうことで、まあ、結局何なのかっていうと、まあ、文系だけじゃないと。文系だけじゃなくて理系であったとしても、本当に数学っていうのは、まあ、合格者の、ね、点数低いですよということで、何をやらなくちゃいけないか、まあ、文系の方は英語頑張らなくちゃいけないよねと、で理系の方は理科を2つね、理科2つを頑張らなくちゃいけないねと、で文系の方はね、まあ、英語が、まあ、なかったりというかですね、二次試験そのものがなかったりみたいなところもあったりして、まあ、あるいは英語ぐらいしかね、二次試験で取れそうな科目ってなかったりするので、もうほぼほぼ一次試験で合否が決まっちゃうっていうところがあるんで、二次試験の それこそね、まあ、文系、九大の文系とかまでね、この平日のチャンネルでは、まあ、一応ね、文系だったら九大狙ってみても大丈夫だと思うんですよ。だから、そういう場合に数学じゃなくって、他の教科でね、一次試験の点数と英語で合否が決まりますよと。まあ、国語が得意な生徒であればもうバッチリなんだけれども、まあ、国語も数学も苦手っちゅう生徒がほとんどなので、ね、まあ、英語ぐらいしか頑張ってね、いけないっちゅうところなので、まあ、それで考えますとですね、理系の場合には理科2つっていうのは結構どこの大学でもあります。となると、もう1次試験の点数取れてなくても、2次試験の理科2つしっかりやっとけば、まあ、それで逆転合格しますよというところですね。まあ、これに関しては、久留米筑後地区の生徒たちがたくさん、一番多く受験する国立理系の大学のですね、先生から話を聞いた内容ですから間違いないと思います。で、さらに言うと、まあ、熊本大学とかね、あたりもやっぱり数学の合格者、理系であってもね、数学の合格者の点数ですごく低いんですよ。で、これはもう九州大学にも同じような状況です。はい。だけど、まだね、まだその英語のめちゃくちゃな内容からするとね、まあ、うちに来ている久留米大学医学部の学生さんたちっていうのはね、学生の先生たちっていうのは、まあ、その国立医学部を目指して頑張って、浪人してたんだけれども、現役の時にはまあ、九大とか受けてるわけですよ、九大とかをね。まあ、現役の時には九大の理系を受けて、まあ、浪人したからもう国立の医学部狙って、ってな感じで、まあ、やってたみたいなんですけれども、やっぱりですね、もうその、九大の英語が難しすぎて、理系の生徒からするとね、もうとてもじゃないけれども、その九大に関しては、英語なんか手出してる場合じゃないっていうようなことでね、まだ数学の方がマシっていうようなことでね、まあ、言ってあるわけですけれども、まあまあまあ、間違いないなというようなのは、なんとなく今回もですね、ちょっと確認してみたら、そんな感じでしたので、もうそういうことだなというところですね。はい。まあ、ちょっとね、平日のこのチャンネルは、もう9大くらいまでっていうのは話をしてるけど、ちょっと9大の理系はちょっと厳しいかなと。9大の文系ぐらいやったらね、まだ平日のこの一般的な学生でも背伸びすれば届くっちゅうぐらいのところがあるんだけど、理系に関してはね、結構ね、そういうふうに、英語が難しい、数学も難しい、もう理科2つで勝負するしかないっていうようなところがあって、で、さらに今年はもうその9課程の最後の年ですから、もう上から上から降りてきますので、もうね、大阪大学とか東大、京大を受験組、医学部とかを受験組がもうぞろ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 九州大学の理系に降りてきますから、もう相当悲惨なことになると思いますのでね、今年は覚悟しとってくださいねと。ということで、まあ、理科2つでいいよっていうふうな話をしてるけれども、それは例年の話であって、今年に関しては理科2つにさらに数学もまあできなくちゃいけないかなっていうようなところがね、まあ、相当難しくはなってます。相当難しくして、もうその理科しかもう点が取れないようにしてる、ね、九大の理系に関しては。もう英語と数学は絶対取れないと。ね、
九州大学の理系に合格するぐらいの力しかないような生徒では九州大学の二次試験の英語数学は絶対取れないようにしてやるぞというふうな、そういう覚悟を持って九州大学側もね、あの問題出して、もう理科2つをやらない限りはもう絶対合格させないぞと、理科2つでもう勝負だぞというふうにね、もう英語と数学に手を出すような生徒は絶対九大の理系には合格させないぞというのがね、もう九州大学側から非常に強く伝わってきますので、ね、まあ、ああいうなあの英語の、ね、要約とかね、もう取れるわけないですから、あんなもんは、うん、もう普通に塾とか予備校とか行ってもね、あれは添削をしてもらわないと無理です。だから英語の先生を個別指導とかでつけて、ちゃんと要約とかのね、うちでやってるみたいにね、久留米自習室でやってるように、その添削作業をしっかりやらせていかないと、とてもじゃないけれども旧大の理系の英語とかね、あんなものはもう通用しませんから、もう無理ですよ、最初から。うん、そういうふうなね、大手の塾とか大手の予備校行って、ただ英語の授業をポケーと聞いてるだけではね、もうこんなんじゃないですから、もう英語の先生とね、バチ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 やり合ってね、それで添削してもらわないと、とてもじゃないけど、あの英語は通用しないから、もう英語は捨てるしかないっちゅうですね。で、数学は数学で、ここ最近ね、めちゃくちゃ難しくなってるから、もう捨てるしかないよね、数学もね、と。となると、まあ、あと理科2つで頑張るしかないっちゅうのもね、もう最初からもうね、関東、関西の塾予備校では、もう九大に攻略する上で、もうね、こういうふうな理科2つだけ頑張りなさいと。もう英語、数学は捨てるんだぞと。九州大学はもうそういうふうに最初からなってるんだぞっていうことでね。で、これに関しては関東、関西だけじゃなくって、九州エリアではね、九州エリアでは福岡県以外の土地ではね、もう理科2つだけやっとけっちゅうことがね、もう徹底されてます。ほんと徹底されてる。もう宮崎でも教えたし、熊本でも教えたし、佐賀でも教えてきましたけれども、もう徹底されてるんですよ、これが。いや、そんなの聞いたことないっていうような宮崎とかね、佐賀とか熊本の人たちいるかもしれないけれども、それは住んでる地域の人たちが力を入れてないっていうだけで、もう本当ね、中学校単位ですよ。公立中学校単位で、そういう自治体がこうできてますから、その自治体自治体で力を入れてる自治体はね、本当にそういうような九大攻略法みたいなのね、もう徹底されてるので、福岡県の子は受からんのですよ。福岡県の子たちは全然9大受かってなくて、他の県の子たちが受かってるんですよね。まあ、大分とか長崎とか、なんであんな受かるんだっちゅうぐらいですけれども、やっぱね、熊本高校とかあれだけ受かるじゃないですか。熊本高校とかの生徒たちと話をすると、ね、あ、学校の先生がそう言ってますよ。学校のね、熊本高校の先生たちが、もうね、そういうふうな、その関東、関西レベルの予備校の先生たち並みの指導をしてるんですよね。うん、もう無理だぞっていうことでね、やるだけ無駄だぞと、理科2つやっとけよっていうのがあってね、うん、もうそんな感じなんですよ。学校の先生がね、だからもう福岡県外の学校っていうのは、ね、もう高校の予備校化みたいなのが進んでいってるんですよね。うん、高校自体がそういうふうにもうしっかりと指導してしまってますから、もう間違いなくもう塾とか予備校行かなくていいんですよ。で、福岡県の高校は真面目にね、真面目にその教育をやってますから、もう福岡県の生徒たちっていうのは塾予備校に行かざるを得ないんですよ。学校ではやってくれないからね。でもそれは正しいと思ってます。私はあんまり高校がね、そういうふうな予備校みたいなことやってたらどうかなっていうふうには思うんですよ。だから佐賀西高校とかね、明善高校の生徒たちがなんで九大落ちるかっていうと、明善高校の生徒たちって九大に向けてですね、その赤本で勉強してるんだよ。赤本で。赤本だとダメなんだよ、あれは。だから佐賀西高校なんかはもうね、九大受けるやつ、はい、もう全員、青本、学校で一括で買ってやるからな、みたいな感じで青本を配られるんですよ。青本は答えとか間違ってないんですよ。赤本は答え間違ってるんですよ。だからもう間違った答えとかをね、それから、答えが間違ってるだけじゃなくて、解き方も間違ってるわけですよ。これ一体全体、文章のどこから、ね、その引っ張ってきて、そういう答えになったんだ、英語や国語わかんねえとかね、もう数学なんかも、なんかこれ解き方めちゃくちゃだなとかね、これ何なんですかって思ってきて、さら、大学生のアルバイトとかがね、赤本とかのああいうのを作ってますから、だから赤本とかに関しては、誰が作りましたっていうのをね、誰が作った回答ですというようなことは一切触れられてないじゃないですか。でも青本の方は寸大のね、寸大のプロの先生たちが自分の名前を公開して作ってるじゃないですか。だから青本でやった方がいいんですよ。
だけど、明善高校の生徒たちってのは赤本でやってるから、絶対9大受かるんですよ、それは。だから本当に9大に受かるだけの力のあるような子たちだけが、ね、受かるようにできてるわけですよ。だから赤本のあの問題、赤本っていうのは何なのかっていうと、問題を提供してもらうっていうことに価値があるということですね。だけど、まあ、旧大みたいな難しいところはね、間違えるけど、まあ、西南副大とかね、この平日のチャンネルの人たちが見てるような、一般の大学に関してはね、青本とかが出てないような大学に関しては大丈夫です。それくらいのレベルだったらね。うん。だから、青本とかがなんで出てるのっていうと、そのね、難しい、難関レベルの大学の赤本になると、もう間違いだらけになっちゃうから、うん、そこら辺に関してはちょっとまずいだろうっていうようなことで、青本出してくれてるんですよ。うん。ということです。はい。でちなみに昔はね、Z 会の方が緑本中のを出してましたけれども、これで緑本、Z 会の緑本と、寸大の青本の同じ問題を解いていても、また答えが違うんですよ。赤本の答えと、緑本の答えと、青本の答えと、全部答えが違うわけですよ。なんじゃこれみたいな感じで。だプロの人たちでもね、だ緑本中のは Z 会のプロの先生たちが作ってるやつなんですよ。だからそういうプロの先生たちでさえも間違えるんですよ。うん、それぐらいやっぱりハイレベルな入試問題ですから、まあ、決してね、その赤本を作っているそういうプロではあるんだろうけれども、まあまあその大学生の人たちとかね、そういう人たちを別に責める必要性はないと思います。もうそういう問題を提供してくれることがありがたいんでね。だからなかなか入試問題で手に入りませんから、赤本がそうやって提供してくれているのは非常にありがたいことですけどね。はい。ということで、まあ、塾や予備校の予備校か、そして地域社会がね、ものすごく、もう近所のおじさん、おばさんとかがね、こういうことめちゃくちゃ詳しいわけですよ。こういうことスラ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 言うわけですよ。何あんた赤本なんかで勉強してんのみたいな感じでね。ダメよ、それみたいな感じで、近所のおっちゃん、おばちゃんとかが注意するわけですよ。そういうのね。すごい、あれは。もう行ってきてびっくりしましたよ、私は。ほんと。ああもう福岡県のような、もうのんびりしているような土地とは違います。意味、本当田舎はね、福岡県外は本当田舎でのんびりしてるんだけど、大学受験に関しては福岡県だけのんびりしてます。大学受験だけはもう本当に九州で最底辺ですよ、福岡県は。もう本当に弱いというのもね、あります。で、福岡県外はもうそういうのね、地域社会とかがっちり村社会がね、もう手を組んでやってますから、もうすごいです。うん、もう九州大学に通っている子たちとかね、そうやってこう戻ってきて、そうすると当然、九州大学とかで生活していれば、周りのクラスメイトとね、どうだった、入試とかいうような話するわけですよね。そうするとやっぱりみんな、やっぱり英語、数学、全く理系は取れてなかったよなとかね、で、文系のクラスなんかでは、やっぱりもう国語や数学絶対取れねえよな、英語ぐらいしか取れねえよなとかいうような話が、もう大体そういう話がついちゃうわけですよ。そして今度ね、お盆休みが始まりますね。もうすぐ夏休みですね。夏休みになると、九州大学から熊本とか宮崎とか、ね、佐賀とかにそういうふうなところにどんどんこう、帰省するわけですよね。そうして九州大学で話を聞いてきて、まとめた話になると、やっぱり理系はもう理科2つが勝負だよと、ね。文系はもう英語1つが勝負だよと。英語1つが勝負できないから、文系は、ね、一次試験の共通テストで、ね、頑張るしかないんだよ、ってなことね。まあ、そういうふうなことがもう情報共有されていくんですよ、地域社会で。でも、福岡県なんかはダメなんですよね。そういう村社会が崩壊してますから、そういう伝言ゲームがブチッと切れちゃうんですよ、途中で。うん、熊本とか、本当怖いなっていうぐらいに、どこに住んでいる、どこの高校の誰々君は、どこの大学の、どこの学部、どこの学科に何点で合格した、合格してないというのは、全部筒抜けなんですよ。全部入ってくるんですよ、そういう話が。うん、だからもう、個人情報保護とか、そういうものはもう一切ないというのがね、それが村社会です。もうすべての情報が村でもう共有されちゃってるっていうのね、これすげえなというふうに思いましたけどね、福岡県ではありえないと。福岡県では一切情報が入ってこないんで、こうやって必死になって、福岡県にね、絶対情報がないような、そういうふうな話をしているんですけどね。はい、ということで、まあ、よろしいでしょうか。まあ、某国立大学の理系の教授から聞いた話としてですね、200点満点で10、30点で合格してますよ、数学は、ということは、数学以外でみんな点数を取ったと。で、しかも理系の生徒って一次試験共通テストとか取れませんから、となるとどこなのかって言ったら、数学じゃなくて理科2つということですね。まあ、英語がある、
国立の理系とかで英語があるっていうようなことは、まあ、あんまりないですから、二次試験でね、英語があるっていうと、まあ、ないですから、大体もう数学と理科2つでしょ。本当になると、もう理科2つで勝負っていうことになるよと。で、理科2つとも点が取りやすいから、一次試験取れなくても、数学取れなくても、まあまあ合格するというようなところではあるわけですね。はい。ということで、さあ、まあ、だから理系でさえもそんな状態だから、文系の生徒がね、数学に手を出すとかいうふうなことをやると、もうドツボにはまりますから、やめときましょうねっていうことですね。はい。ということで、今年は優しかった。だけど、去年は、共通テストの数学難しかった。ということは、当然、去年難しかった数学、共通テスト数学、そして、今年優しかった共通テストの数学。では来年の1月に行われる共通テストの数学は、まあ、みんな分かってるよね、というようなことですね。はい、当然予測はしてるでしょ、っていうようなことですね。さあ、そういうことで、じゃあ、どこで勝負すんの、っていうようなことをしっかりね、抑えておいてください。まあ、別に九大とかでもなくていいです。もうずっと下げていってね。広島大学とか、熊本大学とか、もっともっと下げていって、もう、それは構わないと思いますけれども、まあね、ある程度最初から目標は高めに設定しとった方がいいですよ。うん、もう前期試験で九大受けると。で、後期試験でどっかね、一般的な大学を受けるとかいうぐらいの感覚でいた方が勉強しますから、これ志望校を下げるといきなり勉強しなくなるんでね、モチベーション下がっちゃうんですよ。うん、だからもうモチベーションを上げるために志望校は下げないってなことですね。そこをしっかりやっておきましょう。はい。ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入っていればチャンネル登録お願いします。もう、今日もですね、どん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 入会してます。はい。まだ6月なんでね、5月、6月って来るんですよ。嘘でしょっていうことでね、去年もなんかキャスト大使さんかなんか言ってありましたけれども、ね、普通3月、4月までだよねと、で次7月からだよねっていう感じで、5月、6月って生徒来ないよねっていう話をされてるけれども、とんでもない。もう5月、6月は本当ガンガン来ますので、もうね、何度もこれで見せてると思いますけども、去年なんかもね、5月、6月、一昨年なんかも5月、6月、5月、6月来るんですよ。はい、ということで、以上です。はい。以上です。